けども、そのちょうど渥美半島のところが舞台ですね。そこにヤシの実が1個流れていて、その実を見て、あ、どこの南国から流れてきたのかなと、島崎藤村が詩を書いたのがこの曲の始まりでございます。それでは行きましょう。細かいなんかがもうね、やっぱね、言いますよね。日本の花火師が一番だって、本当に世界を見てみると日本の凄さがよくわかるのが花火だなと思いますが、花火という曲でした。さあ次は紹介曲を行ってみたいと思います。さあちょっと暑い日が続いているので、ちょっと涼しくなるような優しい曲を一曲聴きましょう。はい、まあ、ここにもなってますけど、皆さん曲は知っているかな。ハマチドリという曲でございますね。大正も100年以上前の曲ですが、大変美しい。これも私の大好きな三拍子ワルツの曲でございます。それでも行きましょう。1、2、3、1。Thank you.
ではこの曲も詩が素敵なので滑舌で皆さんで読んでみたいと思います。いきましょう。3、はい。青い月夜の浜辺には親を探して泣く鳥が波の国から生まれてる。濡れた翼の銀の色、夜泣く鳥の悲しさは親を訪ねて海越えて月夜の国へ消えてゆく銀の翼の浜千鳥。はい、 OK でございます。優しめな曲をなぜか選んでしまっている私がいるんですが、はい、母さんの歌でございますね。そんなに古い曲じゃないんですけども、昭和30年代の曲でございます。さあ、これもちょっとゆったりとね歌ってみたいと思います。まあ、こんなモンペのお母さんは今の時代いないかもしれませんけども、私の中のイメージはこんな感じなので、こんな感じで
ってやると思いますのでよろしくお願いします。アルトが死ぬかもしれない。アルトがガーガーガー、そうなんです。アルトがね、動物さんをやるのでよろしくお願いします。狙いですね今何分？まだいけるね。じゃあ、総集予定でいこうか。では、先週も歌いましたけども、皆さんが好きで、安田さんからもリクエストがあった年上曲を歌っていきましょうね。服部良一さんという曲を歌ったのは皆さんご存知のリコーランさんですね。山口芳子さん、昭和15年の映画の曲だそうでございます。中国の蘇州という水の都が舞台のそんな映画だったそうですが、それでは素敵な曲ですね。どの中国メロディーですけどもね、行ってみましょう。